こんばんは。シーウェーブ戦時でクロスエンタメライブの時間となりました。イエーイ。盛り上がってます。MC はショート。西川美優がお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。噛んだ。いきなり噛んだよ。噛んだよ。また流す流す。また美優さん。はい。お久しぶりですね。お久しぶりですね。俺ね、突然ですけど、うん、好きな男性の仕草あります、うん、それかよいや、何にしようか考えてたんですよ、オープニングトーク。内緒にしてたんですけど、やっぱね、ミュウさんのファンいると思うんですよ。でも、聞けないことを僕が代わりに聞こうかなと思いまして。ちょっと待って。ほら、行かないよ。ちょっと待って、好きな男性の仕草？仕草。これちょっとドキッとするな、みたいな。なんだろう、それ聞いてもバッていくから。ね、はい、パソコン触ってるとき。パソコン触ってるとき、うん、仕事してるときってことですか。なんかミユはなんか、はい、その IT 関係とかパソコンとかスマホとかいじんの苦手だから、はい、こうなんかかっこよくこうカタカタカタってパソコン打ってるとかっちょいいと思う。普段の俺を見せたいね。そしたらやってんの。普段パソコンでやってんの。やってるわパソコンやってるんで。あ、まあ聞けてよかった、じゃあ、はい、あんま興味ないけど一応聞いとくけど、ショートさん の、 あの、はい、好きな女性の仕草は何ですか。ベタなんですけど、あの髪縛る時 の、うん、あの輪ゴムを口に加えて、あの、うん、あーって言ってる。わかるでしょ、わかるでしょ。お客さんがあーって言ってる。わかります。わかる方いたらちょっとどしどしメッセージをお願いいたしますね、はい、ゴム加えようかなまあそんな二人で、はい、今日はお送りいたします。はい、この番組はメディアで活動活躍しているアーティストをゲストにお招きいたしまして特集いたします。1時間の番組です。本日のゲストを紹介お願いいたします。はい、今夜のゲストは高橋康成さんが登場します。早口の歌詞と熱くてエモいライブが特徴のバンド、ルームのギターボーカル。2018年11月に下北沢レックにて行われた2周年記念ワンマンライブでは150人のお客様を集めるという公言のもと大成功。そこで発売されたミニアルバムを手にツアー開始予定ということで、今夜はどんなパフォーマンスを見せてくれるんでしょうか。はい、楽しみです、はい、準備の方はよろしいでしょうか。はい、大丈夫ですということです。それではよろしくお願いいたします。君はどこに行ったの。アルバムのタイトルにもしたさ。君は今何しているの。聞いても答えは返ってこない。だって君は僕の目の前からいなくなったから。違う、どこに行ったのじゃなくて、僕が君をどこかにやったのかもしれないなって最近思った。ねえ頼むから、夢でだけは会わせてくれないか。夢で会うくらいが。気が出始めたよ。もうさすがに毎歳なんて会いたいなんて思っちゃないよ。君と行った洋食屋さんもう潰れたんだって。美味しかったね、嬉しそうにチーズをトッピングする君が思い浮かぶ。そんなこと言う理由なんてないけど、なんていうかさ、またまたあたかな。君を君のままで覚えてたいんだ。夢で会うくらいがちょうどなかった。
の日を君らしくも僕らしくもなかったあの日終わっていったわけでもないし、あの日から何かが変わっていったわけでもないのに、胸を締め付ける景色が増えてゆく。僕の言葉力失って君に届かなくなってく。夢で会うくらいの日を許してた、騙してた、それでも好きだって思えてた。でもね、そろそろ気づいてきたよ。仕方なかった君を無理やり嫌うことにした。あの日どうもありがとうございます。ありがとうございます。どうもこんばんは、高橋康成と申します。よろしくお願いします。先ほどご紹介に預かった通り、普段はバンドをやっているんですけれども、今日は、一応弾き語りでソロで、やってきました。シーウェーブさんに、出演させていただくのは今日が初めてでして、これは多分放送もされてるってことですよね。生放送でされてるってことで、そういった生放送ライブみたいなのも多分初めてかなだと思います。なので少し緊張してるんですけれども、最後まで全力でやりたいと思いますので、よろしくお願いします。このマイクも初めてですよね。この頭でっかちというかなんか音の鳴り方とか違うのかな。まあいいや。ちょっと僕は結構泥臭い感じで、歌詞がめめしくて泥臭いみたいな曲ばっかりで、多分8割9割ぐらいが失恋の曲なんですけど、次もちょっとアップテンポながら失恋の曲をいこうかなと思います。ねえ許してよ、嫌なことがあったんなら言ってよ。君にとって不利益を被ってるなら僕が悪かったさ。いつだって何回だって謝るから、いつも通りだっていつも通り謝るから、どこが悪かったから教えてよ。そしたらまた直して、また直して、また二人もやり直して、そんな曲ですって。話したて探した面流したね、またしたねって聞いて、私だけ願ったて、いや何やしてたのに
探したね、流したね、またしたね、ね聞いて私だけ願った手、あんなに愛してたのにかざした手、描いた背、話した手もう無駄、どうすんだ、どうしよう、こうしよう、そうしよう、足をあもう万策尽きた。 Never look maybe can do this Keep a hand on Keep a hand on my goal まだまだやれるさ、嘘です、小さい問題を願いも回帰会ちょうだいか、打開しない、バイバイしない、会いたいしない、曖昧しない、あんのでこの手揃って、どのですかデビだ、でもそろそろ手がなくなってきた、お願い選んだ手を使って、でも君が欲しいさ、君が欲しいさ、欲しいさ。例えば君と僕がこのまま離れるとして、あなただけよとかずっと一緒だよとか、その場の空気を飾るための言葉に過ぎないのよっていうことらしいけど、ちょっと待って待って、もう少し考える気はない、これ何小節も出すかい、でもやっぱ離れたくない、高いしない、バイバイしない、会いたりしない、曖昧しない、あんのでこの手その程度のですか、でもそろそろ手がなくなってきた、お願い選んだ手を使って、でも君が欲しいさ、怒ってたり、冗談じゃない、卑怯じゃない、あんたはかこっちなんてさ、君の体のリリー Don't believe it just got 高いしない、バイバイしない、会いたりしない、曖昧しない、あんのでこの手その手のもてつかってみた、でもそろそろ手がなくなってきた、お願い選んだ手を使って、でも君が欲しいさ、という曲でした。どうもありがとう。最近新曲ブームが、自分の中でありまして、ポン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 なんか新曲が生まれる時期に入りまして、全然予想もつかない時期とかに新曲っていっぱい生まれてくるんですけど、音楽を始めてもう10年ぐらいになるんですけど、10年以上になるんですけど、今でもいつ頃できるとか全然分かってなくて、まあでも今はいっぱい曲ができて単純に嬉しいってだけなんですけど、その最近できた曲の中から1曲やろうかなと思います。君はどこかに行った、君はどこかに行った、いやそうじゃなくて、君をどこかにやったのは僕だ、いつもとは違う離れ方、でもきっともうこれで本当に終わりなんだろう、抜
きっぱなしのブラジャー、適度に汚い僕の部屋、嫌いすぎてもやだよって君はいつも言う。二人つなぎ続けたデートで君と僕は本当にエンドレス、来週また君とデートで好きだよって言っても、ありがとうじゃなくて好きだよって返してほしいだけ。ねごめんね、 I can't say goodbye、 今日もいつだけではダメだって、そうしてる間にまたやっても好きじゃないんでしょう。うまくやってくれればいいから、ねごめんね、 I can't say goodbye、 今日もいつだなんて待ってるだけではダメだって、そうしてる間にまたやっても好きじゃないんでしょう。秋の海に沈んでく、ずっと一緒だよって君は言ったんだった。やっぱなんか僕からは言えない、君にさよならなんて言えないんだ、今日だけども言えないんだ。 Say goodbye、 今日もいつだなんて待ってるだけではダメだって、そうしてる間にまたやっても好きじゃないんでしょう。ありがとう。今のが新曲でして Say Goodbye という曲でした。どうもありがとうございます。もう一曲ちょっとドシセルの曲をやろうかなと思います。これ30分までですか？いつもライブでは話してることなんですが、僕大好きな先輩がいまして、その先輩が関西に今いるんですけどね、五個上の先輩で同じ職場だったんです。で21時になるといつも談笑が始まるんですね。
池袋にある池袋の高架下にあるコンビニの前でいつも談笑していました。だけどその日は違ったんです。先輩が重い口を開けて、俺高橋って言うんですけど、なあ高橋、俺振られたみたいやわって言ったんです。すぐに聞き返しました。なんでですかって。先輩はだって2年同棲して結婚するためにバンド辞めて正社員になって、その彼女にプロポーズこの前してたじゃないすかってすぐに聞き返した。その彼女には、その彼女には、その彼女には別の男がいた。そんな曲です。ページ2人出会ったあの日、楽しい初デートで手と手を合わす終わりかけた夏の神社、ネイビーのキャンバスいっぱいに描きたスキンが、これからお世話になりますと君は笑って言う金木星が、月の季節を知らせて、何それなんて僕は照れ笑ってできたばかり彼女の肩に手を回す、繋いで手足地づけが思い出せば過去になってゆくも、そこに体が歩幅を合わそうとする。ねえ、君と共にした四つの季節と感情、笑った君も怒った僕も四季と一緒に流れていった。君に言わせてごめん、切ないあの五文字、全部全部二人で作った一ページなんだよ。繋いで出会く地図思い出せば過去になってゆくも、そこにいないのに体が浮かばを合わそうとする。来なかった別れろさ、君がくれた手作りのサンドイッチとかいつも通りだったのに、なぜか君が先に泣いていたんだ。繋いだ出会く地図けが思い出せば過去になってゆくも、そこにいないで
肌が深場を合わそうとする、体が深場を合わそうとする。一枚とないペアの写真、させることできなかった安心、ごめんなさいあなたが泣いた、ありがとうなんて言えなかった、もう気づけない二人の明日、もう拭えないあなたの涙、今でもあなたの幸せ、この記憶だけが今も生きてる。一枚とないペアの写真、させることできなかった安心、ごめんなさいあなたが泣いた、ありがとうなんて言えなかった、もう気づけない二人の明日、もう拭えないあなたの涙、今願うあなたの幸せ、この記憶だけが今も生きてる。ありがとう、ページでした。早いもんで次が、最後の曲になります。CA 部、マイクが特徴的ですが、とてもやりやすくて楽しかったです。また出たいなと思ってます。最後の曲も、僕なりに暑苦しい曲を一曲やって帰ろうかなと思います。きっとどんなやつでも頑張ってれば未来は明るい、照らされるっていう、そんな曲です。聴いてください、アクション。実際期待しない未来次第さ、実際って機会はいつだい、下手したらうまくいくかい、下手してよ照らしてよ、しかしながらお天道様の顔を伺って生きるのも楽じゃねえでしょうよ。でもさ、よく考えても見てよ、何分の何の応募者の中から選ばれた当選者、今与えられてるその命がある時点でついてるんじゃない、だからこそお手手合わそうじゃない、実際期待しない大事大さ、実際って機会はいつだい、下手したらうまくいくかい、優しいてよ照らしてよ、神さんそこにいるんだろうな、お賽銭投げるようにするから、明日にはどうなってりゃいいの、叶えてよ照らしてよ、そういやちょっとさっきの話の続きだけど、言い訳にして言い訳ねってのに、巷じゃ誰かいつでもうんとかすんとか言って、あでもねこうでもねって、こうねるねるねるねって具合に、だだ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 、神さん本当にいるんかな、それならお目目合わそうじゃない、参拝しはないアンパ万歳、あちらにも選ぶ権利あんじゃない、他力本願寺で祈ったもう満体どうなんだい、神さん隠れてなんてないね、今年は大吉引いたのに、明日にはどうなってりゃいいの、叶えてよ照らしてよ、仏様どれが本物
もの、そんなのどうだっていい、加工しない自分次第、きっといいとびっとじっと信じと持ちも自分だけで十分、貫いたもん勝ちなのそうなんでしょ、答えてよ、小さい期待しない大次第さ、小さいって機会は一切出したらうまくいくかい、照らしてよ照らしてよ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。この後トークへ行きたいと思いますが、その前に一旦 CM をご覧ください。なんで俺だけ怒られるんだろう。彼女にも愛想つかされるし、今日は帰りたくないな。何もかも嫌になりそうな。あら、どうしたの？元気ないね。つけた顔してるね。まっすぐだよ。下向きすぎてない？あそこで元気もらえるよ。うん、いい湯だったな。あんちゃんもあそこに行くのかい？明日晴れるような気がした。いらっしゃい。会いたい会いたい、その笑顔に温かい温かい、僕らの住むこの街、あったかいな、足立。あなたの声を聞かせてください。足立区。毎日電車に乗って家と職場を行き来して、今夜は久々に千代田線綾瀬ゼロ番線乗り換えて、街と会話を交わす忘れていた懐かしい感情を、笑顔に出会うたび何かを取り戻したような気がした。あ、お肉忘れた。みんなでパーティータイム、足立な餃子でパーティーアップ。みんなでパーティータイム、熱々餃子でパーティーアップ。一緒にパーティータイム、足立でみんながつながって、一緒にパーティータイム、足立が私を優しく包んでく包んでく。小野浩平と申します。27歳です。静岡県の伊東市、勤務してもう7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなっていう思いはずっと思っています。森坂よしこです。介護系をやりたくてここに入っていて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、ここで活かせていけたらなと思ってます。
名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれている森の方は僕は1年生のそっちかな、もしかして僕はその時3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが海洋支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京で、まあ、勉強することもできるし、それのノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。お名前は藤原理沙です。タッチ新店舗の立ち上げから理事長をやらせていただいて、今日なんかあの全部の金の売り上げが一番、多分私は一生をプレイヤーでいたい。その経営とかなんかそっちではなく、一生を患者さんと関わっていたい。ノアからあなたへ、あなたから親愛なる人へ。また会いたいよ、あの場所で君と巡り会えた。また会いたいよ、いつの日か。もうすぐお届けします。一体どこが始まりで最後だ。どこまで生身の体で生きてくんだ、クリアしてくんだ、ぶち抜け貫け暗闇を。この番組は人と人を笑顔でつなぐ千字でクロスがお送りしております。提供は街に元気を与える教育・医療・介護の株式会社キャンでお送りいたします。この番組は株式会社キャンネット放送局 C ウェーブ7階ブースからお送りしております。この番組では皆様からのメッセージを受け付けております。こちらの千住アットマーク CWAVE.JP までメールを送ってください。また現在ご覧になっております YouTube、Twitter の C ウェーブチャンネルでもコメントできますので、こちらの方にも書き込みよろしくお願いいたします。はい、改めまして今夜のゲストは高橋康成さんです。ライブお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。いやすごいの一言です。暑いですよね。暑い、うん、失恋ソングなのに暑い、うん、暑かったですよ、ね、もう本当に暑かったですね。そう途中でクーラー入れてくれる、ね、そう途中でクーラー入れてくれる、ね、会場がどうでした、ライブの方されていただいて。やっぱクーラーが最高で、クーラー最高、あんまりないんですよ、そのライブハウスで途中でクーラー入るとことか、照明が超暑いんですけど、ライブハウスってもっと暑いんですけど、なるほどですね、クーラーが途中で入ることないんで、うわ、はい、CA 部クーラーまで途中で入れてくれるんだと思って、すごい粋な計らいで、いいタイミングで、うん、やっぱりさすがだなって思いましたね、やっぱり。北千住だなっていう感じ。北千住ですね。いや本当にあの失恋ソングなんですけど、なんかこう寄り添ってくれる歌というか、そうですね、なるほど、はい、語り口調というか、そうですね、はい、そうですね、はい、でまたギターが力強いんで、そうですね、なんかこう一歩歩けるぐらい、僕結構あの失恋多いんですよ。え、マジ？いや本当にあの振られることが結構多いんですけど、なるほどなるほど、その時に聞いてればよかったなと思って、はい、なんか一歩歩けるぐらいの力でなんか背中を押してくれる歌じゃないかなと、はい。よかったですね、それは。多分泥沼にはまんじゃないかなと思って俺は作ってるんですけど。でも結構歌詞な、うん、長いって長いっす、たくさんありますよね、超長くて、うん、はい、あの CD のジャケットの歌詞カードとかに収まらないんですよ、文字数が、だいたい入れてるんですね、ジャケットで。そう、CD の歌とかが収まらなくなるのが基本ですね、はい、なんか歌詞もご自身で実体験が多いですか。実体験もあり、はい、その先輩の、ね、曲もありみたいな感じですね。知り合いの方から聞いたお話でちょっとインスパイアされて、そういう感じもありますね、
普段ふっと湧いてくることはないんですか、歌詞は。ありますね、でも、うんはい、そうですね、失恋の歌詞はふっとは湧かないかな、ことが起こってからですか。ことが起こって、はい、やっぱ、はい、クソってなった時にやっぱりそれを言葉にする。なるほどですね、うん、それ先輩はちょっと気になってたんですけど、はい、OK してくれたんですか、あの曲作るんだけどみたいな。いやもうあの許可をもらう前に勝手に作って、はい、勝手に勝手にですか、はい、勝手に音源も出して、はい、でそれで 2,3 年活動してようやく先輩知りました。俺の曲やんみたいな感じだった、ね、俺の話じゃんみたいな、はい、へえ。お前断れやみたいなのはありましたけど。そうですよね。でもそれぐらい時間経ってればちょっと、ちょっともうあのその時にあのフィリピン人と付き合ってたんで、はい、新しい恋にはなってたんですね。そうなってたんで、できて良かったです、はい、大丈夫でした。うん、すごい切ない歌だったので。そうですね、切ないですよね、あれね。でもやっぱギターのテクニックがすごい上手いから、うん、なんか、はい、引き寄せられますよね。嬉しい。また歌詞とこう、はい、相乗効果で、うん、あーってなんか聞き入っちゃいますね。あー嬉しいですね、それ一番の褒め言葉です、ね。ありがとうございます。あのライブ中途中おっしゃられてましたけど、はい、普段はバンドで。そうです、バンドで、はい、やってます。はい、何人組のバンドなんですか。4人組ですね。4人組で、はい、ルームというルームっていうバンドです。ギター一人だけでもすごい迫力だったのに、これにバンドサウンドになるとどんな感じになるのかなって、うん、結構、はい、もっと泥臭い感じですね。もっともっとなんか会場自体は盛り上がりますかね。盛り上がりはしないんですよ、やっぱり。あ、そうなんですか。シーンとするっていう、はい、やっぱなんか圧倒されるというか、そうなんですかね、なんか聞き入っちゃう。そ、どっちかって言ったら盛り上がるよりはそっちですね、はい、うん。みんな下向いちゃうみたいな。いや向かないんですよ。誰も向いてなかったんでしょ。今日確かに向いてなかったですね。乗ってましたよね。めっちゃノリノリの人いましたよね。ノリノリの人いましたもんね。あの人は別なんですよ。あの人だけ異次元なんですよ。異次元あの人だけ異次元です、いつも。はい、なるほど。でも本当にみんながね、はい、下向いててもあの人だけも、こういうなんかぴょこぴょこしてるなみたいな。目の前の椅子が壊れそうだった。すごい乗ってましたもんね、なんか。その分パンチがありますから ね、はい、ね、あの人今回初出演ということで、はいはい、そうですね、初でした。早速お便りをいただいてます。 ありがとうございます、はい、ご紹介させていただきます。翔、はい、さん、みゆちゃん、高橋さん、こんばんは。デニコです。こんばんは。ありがとうございます。高橋さん、はじめまして。はじめまして。お友達の T 君が高橋さんのことをすごくリスペクトしていたみたいで、今夜は楽しみにしていました。誰初出演おめでとうございます。うーん、ありがとうございます。夢で会えたらってすごく共感できます、うん、語り口調からの力強い歌声、うん、引きつけられますね。ありがとうございます。失恋の歌詞は実体験なのかしら。さて、うんうん、今日は何の日、はい、今日はチャップリンの誕生日です。1889年に生まれました。はい、正式名はサー・チャールズ・スペンサー・チャップリン。お、噛まなかった。88歳で亡くなりました。はい、皆さんはチャップリンの何かを見たことがありますか。高橋さん、これからも独特な歌声でファンを魅了してください。それではまた、バイチャと。ありがとうございます。チャップリンということですが、はい、ご存知ですか。あの一応存在は知ってますけれども、はい、なんか無声映画というか、はい、はい、なんかさっきちょっと情報を知らんで、ね、急いで仕入れましたけど、ました、ね、うん、全然、え、見たことあります。いや、ないですよ。もうだ世代じゃないっていうレベルじゃないですよね。そうですよね、はい、白黒映画の。僕実はですね、はい、僕の話で申し訳ないんですけど、大学の時に映画のゼミだったので、見たことあるんです。でも日本のなんか無声映画なんですよ、なんでチャップリンとか出てこなかったんですけど、別に面白くもなく。そういうこと言っていいんですか、シュウエルさんは。大丈夫なんですね。でもチャップリンはすごいかもしれない、うんうんうん、なんか偉大な僕個人的な見解なんで、ね、はい、なるほど、でもすごい、うん、流し入れてますよね。そうですよね、有名では有名ですよね。みんな知ってはいるかなっていう、はい、うん、っていう日なんですね、うん、お誕生日、まだ生きてるんですか、チャップリン。88歳で亡くなってますからね。さっきめっちゃ笑顔でミュウさん言ってたから、ね、違うんですよ、亡くなりましたみたいな。違うんですよ、マジかみたいな、マジかみたいな、末広がりだからね。正式名、サー・チャールズ・スペンサー・チャップリン、ご存知でした。正式名は知るわけがない、うん、知らなかったですよね。難しくないですか。一生懸命練習してたんですよね、はい、CM 中にね、言えるかな、噛むんじゃないかなと思ってました、はいはいはい、これお友達の、はい、T 君、T 君、そうそうそう、リスペクトされてるということで、お友達の T 君が。デニコさんはいつもメールとかくれる方なんですか。はい、そうですね、はい、なるほど、ね、
どこかでやっぱり。なるほど、はい、この T 君はいつも出る人ではないってことなんですよね。ちょっとどなたかわからないですが、わからないでしょうね。誰かな。歌声が届いてるということですね。嬉しいですね。誰だろう、嬉しいですね。気になりますけど、ね、超気になる。夢で会えたらってすごく共感できます、うん、やっぱね、共感できる曲は多いと思います。多いですかね、はい、あ、よかった。やっぱ実体験なだけあって、うん、やっぱ思いますよね、うん、歌ってる時って何か考えてらっしゃいます、うん、結構考えてますよ、腹減ったなとか。いや、そっちですか、そっちですか。当時のなんか思い出とか腹減ったなって思いながら考えすぎると歌詞間違えたりしちゃうんで。あ、本当ですか。T 君と夢で会ってみたいですけどね。ね、お友達の T 君、ね、詳しく知りたいですね、うん、はい、うん、普通にお金あげたいですね。リスペクトしてるっていう。はい、ありがとうございます。いやー、すごいなぁ。やっぱなんか実体験の歌詞って、はい、みんながちょっとこう感じてるところだったりするじゃないですか、私ももうあるあるじゃないですけど、 それはあるみたいなね、はいはいはい、あるあるって。でもなんかこう、うまく言葉にできなかったことを、やっぱこうアーティストの方とかがやっぱ言葉にしてくれて、はい、それ思ってたっていうことありますよね。結構多いんじゃないですか、そういうお言葉いただくのって。いや、俺ないですよ、あんまり。ないです。高橋の歌詞共感みたいなの全然ない、はい、え、みゆさんしました？だって共感しました、はい、え、嘘でしょ絶対。結構嘘っぽいな。嘘っぽいなってな。申し訳ない。いや、申し訳ない。そうね、ただこっちに加担するのね。ただ、はい、あの、男目線が多いじゃないですか。そうそうそう、男目線は多い。なんで僕はもう大共感ですね、うん、大共感、はい。失恋王としては。いや、失恋王としては誰が失恋王や。何件ぐらい失恋したんですか。3、4、3。でも毎回振られることが多いです。じゃあ恋の終わりはもう振られて終わる。振られて終わるんで、結構わかりますね。なんで振られちゃうんですかね。もういいわその話は。超聞きたい。いいわ、知りたいですよね。知りたい。それかちょっと、そんな毎回振られるって。後で話します。振りづらいなそれ。ですけど、なんかやっぱ男性、振られた男性って感じがするんですけど、うん、はい、でもやっぱこう、うん、なんかドラマとして見ちゃいますね、うん、なんか、うんうん、なんか目に浮かぶというか、光景は目に浮かびますね、うん、なんか一人ぼっちになって、はい、かわいそう、かわいそうな、かわいそうっていうのあれだけど、かわいそうなんだよ、振られる男子は、うん、かわいそうですよね、はい、なんか男の人の方が引きずる感じ、ね、って言いますよね。そうですね、ありますよね、はい、めめしいってやっぱ多分男のためにある言葉な気がしますよね。わかります。引きずりますか。引きずります。え、どれくらい引きずります。そのいや、男性って、うん、あの、時間が経ってから引きずるようになる、なるもんじゃないですか。なんか別れた直後もそうですけど、なんかこう時が経つにつれて思い出したりしません？ あるあるある、あります。あの、よく言うじゃないですか、恋愛ってこう男性は上書きができなくて、うんうん、女性は上書きができる。はいはいはい、はいはい、だから CDRW とかですよね。あ、そうです、そうです、ね、そうです。おー、はい、おーか。そういう意味では引きずるのかなとは思うんですけど、うん、今でも結構たまに思い出したりするときありませんか。あれあります。だから例えば、ね、デートに行った場所に行ったりとか。わかります、わかります、はい、ね、2年前ないんすよ。 ありますよ。 あるんですか。私も結構引きずる方なのかな。なんかみんななんか薄いっすね、なんか疑いの目が。でもなんかデート行かれた場所で、うんうん、あ、ここみたいな、うん、あ、そうですね、そこで久しぶりに蘇る感情とかもありますよね、はい、あ、忘れてた感情だなとか、うん、あのことここ歩いたなみたいなとか、それをうまく歌に変えてるんですか。そうですね、とか、はい、実際に行ったらこう思うだろうなっていう想像とかですかね。なるほどですね。何年経ってもこう場所だったり、よくなんか匂いとかって。あ、匂いね、犯罪、匂いは犯罪、匂いはちょっとやばいですね。匂いは罪です。匂いは罪、ね、目で見るものよりこうなんか鼻、嗅覚、うんうん、嗅覚やばい、やばいですね、一気に、一気に、あんまりないですけどね。でもふってある時ありますよね、うん、ありますね、はい、だから同じ、そう、同じ香水使ってる人とすれ違うとか、うん、そうですよね。あれはなんか本当に匂いは、匂いだけは切なくなります。切なくなる、うん、なりますよね。もうまず失恋じゃなくても、はい、家にあの、じゃあ女の子を呼ん、うん、彼女を呼んで、彼女が帰った後、はい、自分が送り出して、戻ってきた後に彼女の匂いがちょっと残ってるとかも、はい、ちょっと切なくない。切なくなりますね。あ、こっからまた一人なんだみたいな。これ香水つける人多くなりません、今日から。そうですね。多くなるんじゃないかな。香水の CM をね。
ぱなんかこう付き合ってうまくいってる時も、うん、なんかねバイバイしちゃうと寂しかったりしますもんね。寂しいですよね、うん、やっぱりバンドの人ルームの方、はい、全員結構めめしい感じですか。いやそういうわけではないですか。そうじゃないみたいなんですよ。どうやらそういうわけではないですか、うん、全然そういうわけじゃなさそうですね、はい、あのだからメンバーも俺の歌詞には一切共感してないです。あ、そうですか。してないです。してないです。そこはわかるわかるみたいな感じではない、うん、ないですか、うん、じゃないけど、はい、まあエモいよねっていう感じは持ってるみたいで、エモいってそう僕ちょっとあの説明をいただきたいんですけど、はいうんうん、エモいの説明超むずいですよね、はい、なんか最近の流行りの言葉みたいな、はいねエモーショナルっていう言葉の略なんですけど、はい、なんかこう感情的になるみたいな意味で、うん、なるほどですね、情緒的っていう感じですね、とか、うん、なんか夕日を沈むのを見てエモいとか、はい、いろんなところに使えるみたいですね、うん、幅広く使える言葉らしい。僕ちょっとエモいっすわ僕。何が人間性エモいですわ。夕日を見て何かこう感じるってことですよね。夕日を見て何か感じたりとか、はい、あエモいな多分一人ぼっちの夜の帰りとか、はい、あエモい、あ僕エモいっすわ多分。そんな人いる。僕エモいっすね。じゃあちょっと仲良くなれそう、仲良くなれそうですね。エモ同士で、エモ同士で、エモともエモともね、エモともエモとも、すげえエモいっすねそれ。あじゃあもう高橋さんはちょっと自覚されてます。高橋さんはエモいなっていう、うん、そうですね、うんうん、やっぱり多分いやなんか首かしげてる方そうじゃないみたいな。あれエモい、でもエモいもうエモいね、エモいエモいですか。エモいです。私もエモいです、ね、何も考えてないでしょ。結構いろいろ考えてます。結構傷つきながら毎日してます。失礼しました。それ傷つきながらね、場数がやっぱすごいんですねやっぱりね。いやそうなんだ、エモいって言うんだ、うん、でも本当歌い方はでも確かにこう、はい、情緒的というか、まあ、そういうエモーショナルな歌えてくるこうなんかものがね、感情を込めて、はい、どうですか初出演してみて緊張とか少しされてるって。全然そんな風には見えないですけどね。本当ですか、はい、なんか貫禄がありますよね。あります、うん、それ体型の話です。チクチクちょっとなんか言ってくるのがあるんですよね。そんななんかゲストさんに失礼なこと言わないですよ私は。なんかこう緊張とかっていう、なんかこういうなんか緊張してるっていつも翔さん言うんですよ。僕はいつも緊張してます。なんかしてそうな感じするじゃないですか。あ、まあ確かにね。まあ冒頭それが結果に出ましたからね。噛むっていうね。今日はなんかよろしくお願いしますで、ね、噛むっていう。ちょっと噛んじゃいましたね。はい、なんか高橋さんすごいなんかこうね。やっぱ離れしてるのかなって。まあそうなんですかね。10年ぐらい音楽はやってますけど、ね、はい、でも緊張するときすごいしますよ。本当ですか。今日、うん、ラジオみたいなのは今日が初めてですか。いやあります、何回かあるんですけど、ね、はい、C ウェブ自体が始めたから、はい、どんな立ち振る舞いどんなシステムなのかみたいな。特にトークセッションはちょっと分かんないみたいな感じだったんで、はい、うん、どんなやつらがいるんだ。確かにね、どんな MC なんだろう。今日初めてね、こんな MC です。チクチクさしてくる人、チクチクさしてくる、ね、エモい、エモい人とチクチクさしてくる人、はい、エモシーですからね。エモシーでいきます。エモシーで、音楽を始めたきっかけとかってお伺いしても大丈夫ですか、うん、きっかけは、はい、音楽、そうですね、うん、親父がギターを、はい、昔やってたみたいで、はい、そのギターがあの実家の難度から出てきて、はい、それを触ったのがきっかけでしたね。お父様のギター。そうです、一応、はい、お父さんが中学生の時にやってたギター、はい、もうめちゃくちゃ古いやつなんですけど、はい、なんかお父さんも嬉しかったんじゃないですかね。いや結構反対側ですよ。あ、そうなんですね。やめろ、はい、そんなみたいな感じでいつもいるかな。でも今 10年って結構長い月日を続けられてると思うんですけど、うん、そうですね、はい、うん、なんで続いたんですかね。自分でも分かんないですけど、歌うことは好きなんですね。多分好きなんだと思いますよ、はい、あの声域がねすごい広いですよね。ファルセットもね、ファルセットって言うんですか、はいはい、裏声ね、はい、はい、なんか普段ボイトレとか行かれてるんですか。今はねしてないんですよね、はい、まあ、前は行かれてたんですか。前はちょろっと行ってましたよ、はい、うん、はい、行ってた時期もありました。いや、さっきというか始まる前にちょっとお話聞かせていただいたら、はい、その普通、うん、学校は普通の学校、普通の学校です、はい、音楽学校じゃなく、うん、あ、専門学校ではなく、はい、なんでこんな上手くなるんだっていう、そう、ありがたいですね。あんまり才能、
いや神から与えられたもの、そんな才能あったら多分もう売れてると思うんですけど、羨ましいですね。結構あれですか、あの先輩大阪じゃないですか、はい、大阪でも活動とかってされてるんですか。あ、そうです、最近はツアーに関西名古屋は、はい、行かせていただいてます。高橋さんの出身は、出身新潟なんですよ、はい、新潟なんですね。新潟です、そうです、米どこで、米どこで新潟ですね。お米美味しいですよね。お米超美味しいです、やっぱり全然違い、わかります、コシヒカリの違い。いや正直わかんないな、正直でしょ、はい、そういうとこなんだよな怒られてる今これそれもちょっとチクチクやり返さないと始まった。何が違います。もうね、やっぱまずじゃあ見た目がもうめちゃ光ってんすよね。へー、炊きたてのこうパカッと揚げた瞬間に、うん、はい、であと甘いですよ。あ、甘いっていうのは、甘いっていうのは分かるかも、ね、その、はい、じゃあ例えば東京に来ての、はい、東京の米、東京の米じゃない、例えば、はい、もう言い方あれですけど千葉の米とか、はい、特定も, もう新潟の時はコシヒカリしか食べないんです、はい、全員、もう漏れなく多分9割ぐらい新潟の人がコシヒカリなんですけど、はい、千葉米とかを食べると、はい、やっぱちょっとやっぱり違います。違うですね、うん、ちょっと気をつけながら食べてみようかな、ね、はい、さあ時間があっという間に、はい、過ぎてしまいましたので、はい、ちょっとあの一番お伝えしたいことといいますか、はい、告知がございましたら、はい、させていただいていいですか。はい、どうぞ。すいません、来月、はい、5月26日にですね、はい、下北沢レッグというライブハウスで、はい、セカンドワンマンライブが、うん、開催されます、はい、でそれはずっとこの半年間ツアーをしてきたんですけれども、はい、ツアーファイナル、はい、ツアーファイナルで僕の誕生日バースデーと音源をリリースするっていうレコ発がいっぺんに重なったレコ発バースデーツアーファイナルワンマンライブになってますので、ぜひ、はい、来ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、これはルームとしてですね、バンドとしてですね、はい、いやもう大迫力なのは間違いないので、ね、今日見ていただいて、はい、ちょっとバンドのサウンドも聞いてみたいっていう方ですね。そうですね、何曲ぐらいされるんですか。多分もう12から15曲ぐらいは、おー、はい、じゃあすると思います。たっぷりと、たっぷりと、はい、来月ですね、来月5月26日ですね、はい、はい、場所がもう一度いいですか。下北沢レッグ、ね、はい、レッグ、はい、っていうところですね、はい、何かあの告知内容って見れたりするんですか。告知内容は主にツイッターが、ツイッターで、はい、じゃあツイッターで検索していただいて、はい、はい、いやでも楽しみ、バンドで一回聞いてみたくないですか。ちょっと、うん、ぜひ来てください。いやどんな感じに、なんかもっと早口になるってさっきお話を、なるほど、そうテンポが、まあ、上がったり、早い、うん、じゃあもうちょっとこうノリノリな感じになるんですかね。そうですね、テンポだけで聞いたらノリノリですけど、はい、多分やっぱ歌詞とかでみんなやっぱ下向いちゃう、だいたい下向いちゃう、歌詞で、うん、みんな思い出してるんじゃないですか、うん、思い出したりとかね、やっぱ元気、ご経験だったり、そうですね、はい、人を元気にするような曲ではあまりないので、そんなこと、僕は元気もらいましたよ、本当に、はい、本当に元気もらいました、ね、共感して、はい、共感して、え、めめしいのかな、でもなんか、はい、やっぱ共感すると元気になったりしません、うん、まあしますよね、なるほど、本当全曲そんな感じだった、なんか一人じゃないんだっていう、あ、そうですそうです、なんかそういう思って、それもあるんですね、はい、初めて知ったかもそれ、うん、あんまりないですか、うん、共感されること本当に、うん、あんまり言われないですね、うん、あんまり、うん、言われないですね、一番一緒に音楽やってるメンバーさんもあんまり共感されない、ね、あんまり共感しない、普通に結構共感できたんだけどな、うん、エモいってことですね、うん、エモいっていうことですよね、はい、すごいなんか絆が深まりました、絆が深まりました、エモ友がどんどん広がっていけばいいですけどね、本当あっという間に時間が、はい、あと残り、いやー早いな、やっぱ話してると楽しいですね、あ、嬉しいですね、あの暗い方なのかなってちょっと思ったんですけ ど, なるほど楽しいですね、はい、あ、明るい明るい、わ、ごめんなさいね、いいですよ、またチクチクさせちゃったから、大丈夫です、力もないから、大丈夫です、あと1分以内にもう一回僕チクやりますんで大丈夫です、チクチク、まずいまずいまずい、それでドローで終わります、ドローですね、はい、ドロー楽しかったですね。そうですね、はい、ありがとうございます。またなんか遊びに来てくれたら嬉しいです。ぜひ、はい、ぜひ、はい、もう一回来てもいいんですか。あ、もちろんぜひ、お待ちしてますので、はい、お待ちしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします、はい、ということで今夜のセンチュレクロスエンタメライブ、皆さんいかがだったでしょうか、はい、この後は20時30分からセンチュレクロス C スタジオをお送りいたします。どうぞお楽しみに。そしてご覧の皆さんにこの CM チャンネルの登録もお願いしております。
皆さんぜひチャンネル登録してくださいね。お願いいたします。はい、はい、改めまして本日のゲストは高橋康成さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの番組はまた来週、さよなら。